ついに激突する注目の世代、自分だけのプロ野球を楽しもう。プロ野球スピリッツ2011。ファンの数だけプロ野球がある。2011年のプロ野球を楽しもう。全12球団の支配下登録選手を800人以上収録。2球目はどう攻める。野球の面白さを徹底的に追求した気持ちよさ。スイングアウト三振。アクション操作でも監督采配でもプレイスタイルはあなた次第。バット空振り。コーチ助言システムに加え、オーダー自動編成機能で快適プレイ。プロ野球スピリッツ2011は3つのハードで開幕。圧倒的な臨場感でプロ野球。選手や球場はもちろん、観客やベンチ、画面に映る全てに磨きがかかったグラフィック、テレビ中継さながらのカメラワーク、携帯機でも看板を再現し、さらにリアルな球場へ。ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。あと3本まで迫った通算2000本安打、大事な第1打席です。状況に合わせたバッティングやピッチングなど選手固有の動きを大幅追加。2者連続三振。抜きました、打っていった、やっと鋭い打球だ、センターに持っていきました、これはホームラン。DSP も同様に選手固有の動きを大幅追加。 Nintendo 3DS でプロ野球。 3D ならではの奥行き感でより深くプロスピの世界へ入り込める。最初から誰でも簡単にプレイできる快適プレイ設定。ペナントレース144試合全てが新鮮。選手として監督としてプレイスタイルは自由自在。全ハードで最高20年プレイ可能。試合前後の演出も強化。ストーブリーグも熱い。試合中のセーブもできる。 DSP でいつでもどこでもペナントレースが楽しめる。 3DS でも手軽にペナントレースを楽しめる。グランプリ。選手カードを集め、最強チームを育て、トーナメントを勝ち抜こう。監督の成長で采配力もアップ。 PSP でもついに初搭載。グランプリモードをいつでもどこでも楽しめる。オンライン対戦。全国のプレイヤーとオンラインで対決。熱き勝負を戦い抜いて頂点を目指せ。アドホック対戦。 PSP2 台でアクション対戦でも監督采配でも好きなスタイルで対戦可能。見逃し三振。すれ違い通信。プロフィール紹介の設定やオリジナル選手の交換が可能。プロ野球スピリッツ2011。3つのハードでいよいよ開幕。PS3PSP は3月24日、 3DS は3月31日、それぞれ発売。ファンの数だけプロ野球がある。コナミ。